日本オープン初日10日東京ゴルフクラブ埼玉県7251ヤードパー70バンカーに突き刺さりました写真今年の男子ゴルファー日本一が争われる舞台で思わぬアクシデントが発生したその現場になったのは17番パー316番ホール側にある高さ10メートルほどの大木が17番グリーン左側に倒れた その枝はバンカーに突き刺さり、一歩間違えば大事故につながったことが伝わってくる光景だ。大会を主催する日本ゴルフ協会 jga によると、今朝関係者らがコースに来る時間には、まだその木は立っていたというが、そこから試合開始までの間に倒れていることを確認。木の根元が弱っていた可能性が考えられる。早朝で まだ選手もギャラリーもコースにいない時間だったことは幸いだったが、本来であれば玉拾いのボランティアの方を配置する場所だったということもあり、肝を冷やす出来事になった。そこはギャラリー通路でもあったが、現在はロープが張られ一帯が封鎖。この先倒木につき立ち入り禁止と書かれたボードもかけられている。バンカーやラフは修理地になり、バンカー手前のラフにはドロップゾーンも設けられている。 バンカーに刺さっている枝が倒れた幹を支えているような格好にも見えるためラウンド前には応急処置として上部に来る枝を切り落とし負荷を軽減ただこの後の対策については探っているというのが現状だホール間で管理者が入れるような道路もなくまたラウンド後の撤去になると夜間作業になり危険を伴うことなどがその理由 対策を練っていると JGA も頭を悩ませている。このホールは220ヤードと187ヤードにティが2箇所設けられており、日によって長短を使い分ける予定でもある。当初、初日は220ヤードを使用する予定だったが、長いクラブを使うことになるため、倒木の場所に飛ぶ可能性が高くなる。リスクを少しでも減らすため、187ヤードのティを使用することをけさ。 選手に告知しましまたたと急遽の変更もなされた今後220ヤードの手が使えるかについても今は全くわからないというのが本音だとにもかくにもけが人が出なかったのは大きな救いメジャー大会での倒木といえば昨年マスターズが行われたオーガスタ・ナショナル GC での一件が記憶に新しいがこの時は雷雨のため競技が順延になったこともあり一夜にして大木の撤去がなされた JGA も最善を尽くし今後の被害を食い止めていく。分マミヤテルノリ